皆さんこんにちは、たすがれのアイスです。マインクラフトやっていきたいんですけども、秘宝があります。そういえばと思ってね、ふと思い出してね、海底神殿をね、解体しに来たんです。 YouTube のね、な配信とかアーカイブとか見ながらね、こう作業したりするんですよ、いつも。まあ察しのいい方ならね、まあこの辺りでそろそろ気づいてくるのかもしれないんですけど、あの実績あるじゃないですか。実績、海の藻くずですね、水中で1日過ごそう、これをねクリアしようと思って、海底神殿を解体しようと思ったんですよ。それで、まあ、海底神殿を、まあ、YouTube を見ながらね、解体してたんですけど、そしたら、多分祝福の方だと思うんですけど、白王神の祝福だったと思うんですけど、壊れました。ネザライトの、フルエンチャのピッケルを壊しました。全然耐久見てなくて、気づいたら壊れてたんですよね。久しぶりにね、壊れた音聞いてね、笑っちゃいましたよ。いや、やっちまったなーって感じです。悲しいですけど、おもろいですね。で、まあ、相も変わらず、40分かかりました。海の藻くずって、1日水中にいればいいだけのはずなのになぜか40分かかりました。で、海底神殿、無事にね、解体が終わりました。現在、こんな感じでね、これ、全部下付きハーフです。下付きハーフなので、湧き潰しもしてあるって感じですね。ということでね、今回はね、ここにね、ピッケルのお墓を建てたいと思います。まあ、水中建築と呼ばれるやつですね。スポンジって持って帰ったんだっけ？あ、スポンジあるわ。ではね、このスポンジ後で使うかもしれないので、焼いておきましょう。中心がここか。60の56ですね。60の56なんで、ここですね。ここが海底神殿の中心なので、ここをハーフブロックを置いて、ここにチェストを置いて、ここにね、壊れてしまった白王神の加護の、まあ、代わりとしてね、木のつるはしを一つ入れておいて、でね、これを囲うようにお墓を作っていきたいと思います。って言っても、多分資材とかが全然ないんですよね。ここの土地を拡張しましょうか。で、ネザーポータル作っておきましょう。エンダーチェストですね。エンダーチェストマルヒポイント。シルクタッチなしで壊すと黒曜石になる。ということでね、まあ事実上黒曜石を持ち歩いてると言っても過言ではないみたいな、そんな話もなくはないけど、まあ過言ですね、それは。どう考えても過言でした。ではね、ここにネザーポータル作りましょう。火打ち石と内金。これね、なんか持ってると便利なこと多いんですよね、火打ち石と内金。ということでこれを着火して、いつものようにね、ここには入りません。座標はメモらんといけんですね。では、一旦拠点に帰って、ネザーからね、拠点と海底神殿繋げましょう。これ毎回ね、エリトラで飛んでくるのめんどくさいんですよ。はい、帰ってきたわけなんですけど、この装飾ね、もう2回多分使ったので変えましょう。ということで、今回は、どうしよっかな。まあ、お墓を作るということで、今回は先駆者風にしましょうか。まあ、先駆者のお墓を作るみたいな、そんな感じのイメージで。今回はね、もう海ということで、まあ、海、水中建築をするということで、まあ、ダイヤモンドでいいでしょう。アップグレード、先駆者風の装飾、ダイヤモンドの材料を、えい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 こんな感じになりました。ドンおー、なるほど。さあ、裏面がこんな感じ。そして表が、ドンと。まあ、表もあんま変わんない。なんだろうな。なんかこの頭のところはなんか、ゴーグルっぽく見えますけど、なんなんでしょうね。これは、どう先駆者なんでしょうか。なんか先住民族みたいなのかと思ったらスタイリッシュな家事。次のテンプレートを1回以上使用するなんとかかんとかクリアです。いや、ぶっちゃけね、あの実績をね、解除するのにね、静寂の装飾が必要なのでね、結局静寂の装飾ってどう頑張っても集めなきゃいけないものだったんですよね。今回はね、こちらの装飾でやっていきたいと思います。さっきね、メモった座標のところまでやってきたので、ここにね、エンドポータル作っていきたいと思います。なんかめっちゃ後ろにね、ネザーラックが浮いてる気がするんですけど、まあ、多分気のせいですね。おう !1 個目から黒曜石を置き間違えていく。では、多分ここに入ったら、海底神殿のところに繋がるはず。オッケー、繋がってますね。さっき持ってきた金床をここに置きまして、このね、ツルハシ。このね、木のツルハシに、白王神の加護の模型とつけて、これをね、眠らせておきましょう。では、お墓作っていきたいと思うんですけど、ノープランオブノープランです。ということでよろしくお願いします。難しいことをしようと思ったんですけど、難しすぎたのでやめます。普通にね、建築していきたいと思います。まあ、そうですね、せっかく海底神殿の土地に作るので、まあ、海底神殿をオマージュしたような形で作っていければなーって感じですね。ひとまず出入り口を作りましたら、海底神殿チックに作るとすると、まあ、こうですよね。こんな感じに、H 型というんですか ?U 型というんですか、まあ、こんな感じに作っていきたいかなーって思いますよね。こういうのはね、やっぱ左右対称がね、美しいですから、左右対称に作っていきましょう。ここの幅をね、
この壁と壁との間、ここがね、まあ、基本的には奇数の方がいいのかなって思っているので、まあ、奇数にしていって、ここの幅が5ですね。こっから向こうまでが29マスですね。まあ、とりあえず奇数にしておけばいいだろうの精神で29にしました。あんまり深い意味はありません。ではね、壁を立っていきたいと思います。これを柱みたいにして、ガラスで壁を立てるみたいな、そんな感じにしていきましょうか。なんか何も考えずに作ったんですけど、なんかすごい綺麗に並びましたね。後ろだけ規格が合わなかったので、まあ、こんな感じでごまかしておきましょう。はい、ひとまずね、こんな感じに柱を作りました。壁をね、ガラスで作っていきます。はい、ひとまずこんな感じになりましたけど、なんか思った色が微妙な敵になりましたね、これ。まあ、とりあえずこの壁の上ね、敵が湧かないように、湧き潰ししておきましょう、ハーフで。で、出入り口だけね、ちょっと大きくしておきたいんですけどね、ここに置いて、まあ、こんな感じで、まあ、なんかこう、アーチ的な感じで、作っておきます。ここにシーランタンとか置いちゃってさ、まあ、ここにシーランタンあったらここには敵湧かないので、こんなもんでいいか、入り口。ちょっとこれ一旦回収しますね。てか、2階に置きたいなっていう気分になってきた。なんか入ってすぐに置いてあったらね、ちょっとどうなのって感じなので、この神殿の中にね、コンジット部屋作っていきましょう。ひとまずこんな感じにね、コンジット設置用の台座を作りましたら、はい、ここにね、コンジット設置用の、なんて言うんですか?囲いって言うんですか?囲いを設置して、ね、コンジット起動。下まで壊れた。これで OK ですね。コンジットの目が開いているので、全開ですね。ではね、このコンジットも、ガラスで封印しておきましょう。さあ、ガラスで封印したわけなんですが、コンジットの目がちゃんと開いていることを確認しましょうね。オッケー。さあ、ひとまず1階はこんなもんですかね。一旦ね、1階は蓋をして、閉じます。はい、ひとまずね、1階部分の天井ができました。まあ、中に入るとこんな感じですね。まあ、コンジットが見えてて、まあ今はね、何もないですけど、後で何かしら作れればいいかなと思っております。さあ、こっから2階部分の建築になるわけなんですが、この出っ張ってる部分、左右のね、この出っ張ってる部分は、もう、お家財として2階は作らないみたいな。だって、まあ、ここが2階部分になるわけなんですけど、まあ、そうですね。この出っ張ってる部分は、あれですね、海底神殿みたいな感じで、こう盛り上がらせておきますか。結局こうなるんですね。まあ、やっぱりね、結局これが一番使いやすいみたいな、そんな話はある。ではね、反対側も同じように、こんな感じで階段で、どうにかこうにか、なんか家の屋根みたいなの作ってみて。さて、それでは2階の方どうしましょうかねって感じですが、ここをプリズマリンレンガで作ってしまったがために、プリズマリンレンガ以外はあんま使いにくいっていう、ジレンマに陥りましたね。この階段部分ですね。この階段部分との接合部は、ガラスである必要がないので、てかガラスにするとね、逆に見栄えが悪くなると思うので、普通に壁を立てておいて、ちょっと2階広めに壁を立てておきましょう。2階もまあ同じような構造でいいですかね、1階と。マジで、何にも考えずに作業してたら、ただの壁を立ってしまいました。立てるの柱だけでよかったのに。ってことで、このいらないところの壁破壊していきます。はい、ということでね、1階と同じように柱を立ったので、この間をね、ガラスで埋めていきたいと思います。まあ、ここは普通に壁にしときましょうか。オッケー。さあ、これで2階の壁もできましたと。階段ってね、なんか結構きつめの階段になるので、ちょっと緩やかめの階段を作るイメージで、ハーフブロックで階段を作っていきます。さあ、こんな感じにね、1ブロック、ハーフ、1ブロック、ハーフみたいな感じで、こうやってね、緩やかな階段を作っておきました。左右にこんな感じに同じ階段をつけました。まあ、これ階段ではなくね、ハーフブロックなので、結構、登り降りが楽ですね。まあ、この世界にね、体力という概念はありませんが、登り降りが楽ですね。これで2階も、天井をつけまーす。今気づいたんですけど、これ、プリズマリンレンガに変わったのに、こっち解消レンガのハーフブロックなんですね。なんで、こう、中途半端なパリティなんでしょうね、毎回毎回。同じ系統のものぐらいは、一緒にパリティしないかい?はい、2階もね、天井がつきました。まあ、今はね、のっぺーり、のっぺーり、のっぺーりですけど、まあ、のっぺりというか、まっ平らというかね、壁って感じですけど、壁じゃねえな、床って感じですけど。で、このコンジットの奥にね、3階へ上がる階段をつけたいと思います。はい、こんな感じでね、3階への階段を作りました。スペース的にね、ここは階段にせざるを得なかったですね。こっから上がってきて、で、このまままっすぐこう上がっていく感じで、では3階を作っていきましょう。ここにね、例のあれを置くとして、さあ3階の大きさはまあこれぐらいあればいいのかなーって感じですね。ダークプリズマリンでも使ってみましょうか。ブラックボックス的な意味で。さあひとまずベースをこんな感じにして、これ床もダークプリズマリンにしたくね。
床もダークプリズマリンにしたいですよね、これ。はい、一応ね、3階はね、あれを置くので、こんな感じでね、ダークプリズマリンで、とりあえず床を作ってみて、で、あと壁はね、ダークプリズマリンが許す限りですけど、あと3スタック、3.5 スタックぐらいしかないので、まあ、多分壁を作るのは不可能ですね。壁を全て作るのは不可能ですね。で、3階に関しては、もう完全にクローズします。はい、ひとまずね、こんな感じに、部屋の枠組みができたんですけども、ダークプリズマリンね、もう 1.5 スタックぐらいしかないので、まあ、ちょっと頑張って柱を作るぐらいか。部屋の枠組みができたので、まあ、この間をね、あれですね、ネザーレンガとかで囲っていく感じになりますかね。はい、一度ね、拠点へ帰ってきたので、ここにね、確かね、ネザーレンガが全然なかった。思ったよりなかった。もっとたくさんあると思って帰ってきたんですけど、全然なかったですね。ちょっとこのあまりに余ってるナック黒曜石、ちょっと持ってってみましょうか。さあ、ナック黒曜石を持ってきたので、これで壁作ってみましょう。えらくまがまがしい部屋になりましたね。ここね、ドアにしようかと思ったんですけど、ドアじゃなくて、こうやって普通に、こう、なんか見えてる方がいいかなって思って、まあ、入り口にしておきましょう。はい、こんな感じに、台座を作ったので、ここにシーランタンを置いて、で、ここにチェストを置いて、この中に、白王神の加護の模型入れておきましょう。そして、このチェストをね、初めと同じように、ガラスで囲っていきます。閉じる前に、空のバケツを作って、空のバケツで水をもらって、で、ガラスで閉じる。これでチェストのところには水がないはずです。普通に RPG とかであったら結構いいアイテムが入ってそうなんですけどね。実際入っているのはただの伝説のツールの模型。この神殿ね、結構暗いはずなので、ところどころに明かりをつけていきたい。なんかこういうところに、なんかこうやって柱を立ててみて、で、ここにシーランタンを1個埋めるみたいな。は。まあ、こうやってところどころにこういう柱を作ってね、明るさを確保していきましょう。はい、1階がね、こんな感じで、柱を何本か立って、で、2階もね、数本、まあ、2階はちょっと少なめですけど、まあ、こんな感じで、シーランタンを設置して、3階に関してはね、これ、ナック黒曜石が一応光源ブロックのはずなので、明るさが足りてるかどうかはわかりませんが、それなりには明るいはず。あとはこう、なんか外側にいい感じに装飾をしていけばいいですかね。はい、こんな感じにね、なんか謎のアーチオブジェをいくつか3つですね、3つつけてみました。うん、本当に謎すぎてこれが何なのかと言われたらちょっとね、わかんないんですけども。まあ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 、見た目ということで。ではね、こっから一番大変な作業、水抜きをやっていきまーす。まあせっかくなのでね、水抜きはね、このスポーンジを使ってやっていきたいと思います。この辺を、ネザーラックで区切って、ネザーラックですね、ネザーラックで区切って、この辺が真ん中なので、この辺にスポンジをボーンと置くと、あ、若干残った。あれ、スポンジって適用範囲こんなに狭かったでしたっけ？ちなみにコンジットパワーが切れるとどれくらい暗くなります？あー、やっぱ外はだいぶ暗いですね。でも中はそんなに暗くなさそう。さあ、スポンジをね、すべて使い切ってしまいました。もう45個ね、濡れたスポンジができてしまったので、そういう時はネザーへレッツゴー！さあ、ネザーへやってきまして、この濡れたスポンジを一気にガーッと設置していきます。と、すると、濡れたスポンジは一瞬でスポンジに戻っていくので、これを一気にぐわーっとぐわーっとぐわーっと、結構長いね。結構長くて、さあこれを全部ネザライトのクワで破壊していくと、一気にスポンジに戻せるんですね。焼いている時間は必要ありません。はい、ということで、これで全てスポンジに戻りましたね。では、水抜き作業へ戻りましょう。はい、だいたいね、水抜きをやってきて、あと入り口だけなんですけど、入り口はね、ちょっと特殊なことをするので、一旦ね、ここ閉じて、よいしょ。とりあえず、この入り口の、入り口からこの横の、ところまで全部水抜きしましょう。オッケー。さあ、ここ一列全部水抜きできましたね。多分、この扉の前だけでいいと思うんですけど、ダメだったらダメだったらその時考えましょう。さあ、ここのね、扉の前の下のハーフ3つ、ここをね、水で埋めてと。さあ、これで上から水を流していきます。せいやと。さあ、これで、ここが水のカーテンになるはず。オッケー。これで水のカーテンになったので、ここを開けても、水が入ってこないはずなんですが、どうでしょうか。はい、ここがね、綺麗な水のカーテンになったので、これで、ここ、水が入ってこないんですよね。さあ、これで水抜き完了ですね。水抜きが終わって、この神殿の中、まあ、これぐらいの暗さですね、明るさですね。まあ、若干暗かったりするところはあるんですが、多分、敵が湧くほどではないと思うんですけど、明るさがわかるみたいな、そういう機能があったらいいんですけどね。いつずやのモブ投票かなんかでありましたよね。
明るさが分かるようになるみたいな、なんか暗いところに行くモブみたいな、そういうやつがいた気がするんですけど、まあ、それは残念ながら実装されなかったので、まあ、頑張って湧き潰しするしかないって感じですね。はい、ということでこれで完成でいいですかね。はい、ということで今回はですね、裏作業で壊れてしまったシルクタッチのツルハシ、白王神の加護のお墓を作ってみました。まあ、そうですね、ミニ海底神殿みたいな、そんな感じの構造で、まあ基本的には海底神殿ベースでなんかいろいろ付け足したよみたいな、そんな感じになりましたね。耐久は気をつけましょうね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。